回で今日ちょっとびっくりしました。誰も見つけられないあの子供、特に最初はね、子供たちに何も楽しみないよねっていうのがとにかく普段あげてるとこ以外で花火やろうと思ったら場所がないっていうか、どっかないかって声かかったのがスタート。思いつきはね、じゃあ花火ぐらいだったんだけど、いざあげようと思うと消防署とか町の役場とか許可を取るのが大変だったり、法律の壁があったりで、だから諏訪湖上とか河川敷とか水があって広くて炎症物のないところが選ばれているんだなっていうのは当事者になって分かることですよね。この畑であげるっていうのはね、初の試みだから、この後どういう影響があるか分かんないんだけど、この風が強くて寒くて上げれるのかどうかってそもそもそこも心配なんだけど、なかなか花火の現場見ることないから人生で初めて遠くから見ることあってもね、つけるんですか。何で、はい、ライターなのこっちはこっちは電気じゃ見てみました。コードがコードが出てます。出てます。そうかそうか、年末年始は式場とか、そうかそうか、
ますね、そう考えると夏のイメージだから。どっちの方が大変かな。でも暑い方がいいか。まだ手動くも暑いから手動く、寒いと手動かないもんね。確かに確かに寒さ、風が通る覚悟してきたけど最後